どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ハーフアップアレンジの方法をやってみました。で、ちょっとこれ NG のやつでやってみたんですけど、こう横のラインが出たりとか、こう分け目が出て、ちょっとなんかかっこ悪いなって思ったりとか、やってしまったことってあると思うんですけど、今回はまあこれの NG 方法と、この分け目が見えないでなおかつちょっとバランスがいいハーフアップアレンジ方法の2種類、 NG と OK シーンみたいなをちょっと作ってみましたので、これから多分まあ冬でデートの季節になると思うんですけど、こうやってちょっとみすぼらしい格好よりはちょっと可愛くパッとまとめれるようなアレンジ方法を覚えてた方がいいかなと思いますので、よかったらこの方法で試してみてください。それでは動画をどうぞ。 NG 方法をやります。まずこめかみあたりからまっすぐ後ろに向かってトップの部分を分け取ります。後ろにブラシ等でまとめてゴムで結んでいきます。ざっくり手口ゴムで溶かして、表面の間の部分ですねを少し広げます。横の部分も少し広げながらボリュームを出していきます。 NG 方法の仕上がりです。ラインが出てバランスがあまり良くない感じに見えます。可愛くなるハーフアップ方法をやります。同じようにこめかみあたりから分け目を取って、今度は少し斜めに向かって分け目を取っていきます。どちらかといったらこう後ろのこのボンノクボっていうへこみがあるところの下の部分に向かって取り分けていきます。こんな感じですね。で、同じくブラシ等で溶かしてゴムで結んでいきます。すると分け目が隠れてバランスも綺麗に見えます。ざっくり手口コームで溶かして間の部分を広げていきます。横のこの辺りの部分ですね、もうちょっとだけこう横に広げるように崩してあげてバランスを整えると完成です。こんな感じで仕上がりました。かなり分け目によって印象が変わりますので、よかったら参考にしてみてください。